猫にらしに座る元最高年俸男ヨーガ。彼は主役でもないし、トレード遺跡として出ていくこともない。なんでしょうか。誰か彼に役割ポストを与えてください。私思いつきません。兄弟で歌なら団子三兄弟ですね。やだ、三兄弟じゃん。団子三兄弟って三兄弟じゃん。知らないでしょ、そして若い子。僕が小学生の時の歌です。将来の夢は教師です。一生懸命頑張ります。覚悟を持って挑め。何事にもくじけない忍耐必要。採用試験今がチャンス。皆さん信じられますか。これ私の動画に来たコメントです。この2つともどういうこと。ミナンダプラス8000ポイントの価値はただの8000ポイントなのよ。いやいや、ミナンダさんに失礼。あの方市場評価額500いくつみたいな、結構高かったですけれどもね。だってバンデンボーアさんが300いくつじゃなかったです。それよりも上ですよ。そうは思いませんけど、私も初見です。チャンネル登録ボタンと高評価ボタン2回ずつ押しました。このいじりしてくる人はね、初見じゃないのよ。バレてます。猫庭さんはアクエリアスとポカリセットどっちが好きですか。ポカリです。もっと言うとイオンウォーターです。リーグ戦は1勝1分けでしたね。前回シャルケに勝ってリバプールと引き分けた。で EL がベティスに勝ったと。で今回今日は、アストンビラ、リーグ戦のローマ、EL シチュートがそれでね、この EL にの予選グループリーグ1位になれば CL の方に繰り上がりありますよっていうコメントがあったんですけど、総理さっきちょっと僕全然覚えてないんですけど、総理さっきであれば1位になりたいし、リーグ戦集中したいって気持ちもあるんですけど、選手はまあもちろん軍したい気持ちで満々ですからね。ジャンが調子悪いな。彼に託すか。さすがにバーをキーパーで使うのは気持ち悪いですっていうコメントもかつて来てましたが来ていましたがです。カンナバーロさんもちょっと疲れてんのか。これターンオーバーしちゃおっかな。じゃあバレに行くか。久々のバレに。デザイナーが活躍してた頃が懐かしいって言われてたんで、どうしよう。トップ下ヘイティンが入るか。なんだろう、バレにと比べちゃおう。はい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 。最弱な男バリー。よし、ウィーユナイテッド前回と同じフォーメーション。いいんじゃないバリに。は、嘘でしょ。え、ナイスバイトブレスさん。久々のスタメンでね、ちょっと気合入ってると思います。ほら、パスを出してくる。でけえ踊りが。いや、ヘイティンガがいい。まあヘイティンガ、ハイティンハ、まあどちらでもいいですけど呼び方は。え、バレニーの違うな。バレ、はい、ピケさんうまい。はい、ピケさんうまい。入ってゲッ。ヘイティンガさんっていう表記でやらせてもらってるんで、まあ曲名は、曲名というか曲はこちらですっていうことですね。何の曲だっけ。ウォーターボーイズ、あれ何の曲だっけ。何の曲でしたっけ。忘れました。やっぱこう普段最強リーグでプレーしているわけですから、アストンビラには負けないかも。ちょっとやばいかも。追いつくよ、ホワイトブレスさん。いい守備だ。フォローがいませんね。うちのセンターバックチーム高いですよ。繋いでベルベリ。ファーディナンドやっぱちょっと全然違うんだよね。縦。オッケー、ナイス上がり、ベッケンバーバーさん。これ、いやー、ファールは。繋いでソラン。やばい。アブルラビーン。アブルラビーンって久々に言った気するけど、どうですか。自分の発言の自信が持てません。そうだ、バーだったんだ。打たしちゃダメよ、シュート。忘れていた。オッケー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 。なんかちょっと知らないバレニーが飛び出てるんですよ。よし、さあ後半の笛。やっぱ1点じゃ心もとないし、
我々の得点力はそんなもんじゃないっていう証明が前回の動画でできていたはずなんで、それをね、やばいやばい、あバレにだって点取れるよっていうところをやっぱもう一度ね、あの素晴らしいあれをもう一度したいんですよ。いや、サイドバックも使っていく。スペースを使う。さあ、スペースに抜ける。いいボール、バレリー。バレリー。え？え、バレリーのゴールでしょ？またなバレナはあいつの唇。細かく見ます。バレリーのゴールとして認めていただきたい。まずここで誰が触ってるのか。バリニですよね。バリニですね。はい。違う？空振っている男。なんでバレニのゴールじゃないの？オッケー。もう一回同じのいくよ。ベッケンバワーだった。うん。バーです。大丈夫でしょうか？直接来た。あー！残念。ソラン。強烈なシュート。危ねえ。ベルゴミさんが疲れてるんで、メッツェルダーさん行って、ピケ下がって、ここに、どうしようかな。フォーチューさん行ってみるか。あとは、トップ下、シリアさん。よし。一旦キーパーに返しました。いいよいいよ、いいよ。左サイドバック、ジェラール・ピケ。左サイドへ。そこからヘルフィンガ。いや、フォーチューさんいい。え、これいけんじゃない？攻守でいけないか。でも上げられません。得点のイメージをしっかり持って。いい、バレリのポジショニング。ここ止まってキックフェイント。探している。ダメでした。ヘルフィンガ。あっと上です。ファールが来ました。ねえ、ヘイティンガさん怪我はまずいって。通りません。バレニがいい。積極的に奪いに行きます。うん、左へ出して。ここからパオロカンナバール。チャンスいった。まだボールはない。さ。ああ、まあ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 、カチ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 。ヘイティンガさんの怪我がどれぐらいかかるかだなこれ。はい。うん。では試合後のスタッツ。むちゃくちゃ上がるじゃん。 EL むちゃくちゃ上がるじゃん。いやー怪我だよね。1週間か。まあ1週間ならまあ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 。で、勝ち越し決まりましたみたいなことジョン・カビさんが実況で言ってたんですよ。だからこれどうなんだろうね。でも上に上がるってことでもあった記憶もあるな。であれば頑張りたいですね。次の試合のでもローマ戦です。次はリーグ戦のローマ戦で、ヘイティンガさんが、怪我したっていうこととは、バンデンボーアさんも今調子悪かったな。若干今見た時、これまで大事を取ってお休みしていただくんですが、そしたらじゃあズバルさんにセンターバックをお任せして、ジョン・テリートップ下どう？でベルゴミさん、まあでもベルゴミさん調子はいいから出てもらうか。ペレアさんも調子悪いのか。シリアさん行って、シリアさんと比べる。はい、強えよなトッティカスターのキブ。マンシーニゼロッシー強いよね。でも我々だって負けていないよ。メンバーは相手はオフェンスに特化した人、パスに特化した人、いろいろいると思います。こちらは全員ディフェンスに特化しているってことはな。さあ前を狙える。矛と盾、矛盾って番組ありましたよね。あれ何でなくなったんでしたっけ。やらせだっけ、忘れちゃった。中に来てます。オッケーオッケーオッケー、危ね。通りません。オッケー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 、危ね。ただサイドからの攻撃の組み立てが次に期待しましょう。シレナ左へ回す。いいよ。ダイレクトで出す。これスペースこっちかわして打つけどね。入るか。うん。集中してますね。前半入って、はい、完璧。まだ間もないところ。
はい、どう、まだ生きている、どうだね、あー残念、大キックとなります。ローマの皆さんもびっくりしてますよ。カンナバーロ兄弟、ここにいるって思ってます、多分きっと。強引に行きます。ここは、いや、うめえな、メクセスが。前へ、スルーパスを出してくる。来た、ディフェンスの裏へボールが…よー、シレアさんの抜け出しも完璧だし、横パスも完璧。その前にパス出してくる、誰だ、カンナバーロさんかな、ファビオ・カンナバーロさんっぽい。最高。どうだローマ、イタリア人にしてやられた気分は。なんか最近こうツタヤがさ、いろいろなところからなくなっていっていて、閉店っていうか、もちろんね、その渋谷とか、あの代官山とか、双子玉川とかの、ああいうのはなくならないと思うんですけど、駅前にあるツタヤがどん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 なくなっていってるでしょ。皆さんあれについてどう思います。まあでもそうかっていう話で、ネットフリックス、アマゾンプライムね、フール、いろいろありますから、ここからジョン・テリー、もう必要がなくなったっていう言い方をすると、あのあれですけど、寂しいんですよやっぱり。ここ彼得意な攻撃パターンっていうのはありますかね、封じている。なんていうの、この小学生の頃ですね、まあ僕府中出身なんですけど、もちろんね、伝えがね、あったわけですよ。それでこう、まあ、ゲームソフトも売ってる伝えで、そこは中古とかも扱ってたんですけど、なんかこう他のね、例えばパオとか、あまあ今ボブになったのかな、カメレオンクラブとか、まあ元ワールドね、あとはサンソフトとかね、いろいろあったわけですよ、ゲーム屋さんが、ブルドックとか、そういうところになくてもツタヤには絶対に新品が置いてある、そういうね、ところだったんですよ。 どっかでは売り切れでもツタヤにはある、そういう小学生時代の思い出とかもね、やっぱり大事にしたい。いいボールですよ。あとはトップボーイ、トップボーイというゲーム屋さんがあったんですけど、これ知ってる人誰がいんのって、なんで。そして中へ、さあ一気に前線を、ファーディアンと高い、ここは繋がりません、すごい、いいディフェンス、素晴らしい、フォワード、パオロ・カンナバール、なんだそのトラップ、トッティ、ちょっとキーパーと一緒、ジャン、ナイスジャン、よく我慢したね今ね、我慢できる男に育ってくれて嬉しいおじさんはね、やっぱ我慢すればするほど気持ちいいんだから。ベルゴミさんがものすごく疲れている、どうしようかな、まあ、ピケさん行くか、センターバックで、ズバルさんはなんかしないけど、すごくファールするから、こう。ここを決める。頼むぜ。守り切るんだよ。あとは追加点。オフサイは？あぶねえ、ちょっととんでもないシュート。でもちょっとバーに当たりましたよね。キーパーもうできないですよ。いやー、クイラーニさん何をしてくれてます？あ、これ名前アキラニってなってますけど、アクイラーニさんです。ジャンは届かな、どこに向かって手を伸ばしている男？何、199センチ、何をしてる？まずい、ちょっと一生に分けになるのはまずい、リーグ戦序盤から。ゆっくりとボールを回します、きた、ジョン・テリー、よーヨーボリー、流れるね、これは。オッケー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 、ヨーボさんは万能なのよ、どこでもできんだから、これよ、この、あの慌てふためきジャンピングボレーね、
いいね。ああびっくりした、アクイラリのシュート。オフサイド？うん、オッケーオッケーオッケー。オフサイド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 。うん、終わっていいけどな。ロスタイムは約2分と出ています。終わっていいけどな。え、ヘディングシュート、おお。試合終了の笛が鳴りました。いや、同点になった時はちょっと慌てましたけれども、なんとかなんとか。もうジャンがディフェンス90。え、ベルゴミさんもゴリ上がり。うん、でまたウィーファなんですよ。ウィーファなんです。で待って、その前にこのローマ戦の、ローマ戦った時はお会い、あ、他のチーム、あれチェルシーとか引き分けてんじゃん。ってことはこれうちとリバプールが調子いい感じか。そうですね、うん、ゴールランキング見てみます。ケージマン、ジョーコール、アンリ、ビエリ、あ、神田原さん、バンデンボアさんが2ゴールずつ。まだ全然いける。アシストは？うちの、あー、いいよいいよいいよ。まだ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 、こっから這い上がっていこうよ。で、ウィーファーチャンピオンシップだかなんだかなんですけども、シュットガルト戦です。だ2勝2勝で来てるんで、どっちが1位になるかの頂上決戦始まります、こっから。そっか。まだ1週間経ってないのか、平均がさんは。ペペさんトップ下やってもらっちゃおうかね。カンナバーロさんちょこっと体力が落ちてるんで交代させていただいて、サイドバックもか。オッケーオッケー。ピケさん行って、メッツェルダさん右行っちゃう。でドイツだからメッツェルダさんと比べよう。はい、アカンヤキン、フラニ、フレブ強っ。こっからだからアーサナルに行くんだよね、うん、なんかね、今開始の笛が鳴りました。鼻水が出るんですよ、ね、今日。なんでだろう。向かって右のエンドから攻めるのがウィーユナイテッド、反対側左のエンドからがスグートガルデ。風邪引きすぎじゃないか俺。ダイレクトにつなぐ、いいね。でこれは中にちょんで右へ出した、こうです。どんで思い切って打ってきましたね。うん、あとはシュートの精度だけですね。よし、苦しきですけど、勝って。さあ、ここからの攻撃、クノリ。ジャンにかかっている。ジャン、さすが。ドリブルのようなセービング。あれはもうジャンしかできません。なんでかって、センターバックだからです。つないで、ベッケンバウヤ。うん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 。ちょっとコーナーで点取っちゃうかな。じゃあ久々に本気出せばコーナーで点取れるよっていうところ皆さんにお見せします。無理です。はい、完璧。ペペさんの抜け出し、いいですよ。よっしゃー。ちょっとユーロで素晴らしい活躍してるからね、ペペさんですごいことですよ本当に。15年前のこのゲームで私のねチームで活躍して、さらに15スペースを使う、あぶれー。さらに15年後のユーロでも活躍。観客モザイクすぎん。え、うまレフトバック、ヒンケル。ちょっとまずい匂いする、バートスメルが。おい、ラーム。そうか、今気づいたけどラームいます。あのレンタルでねちょっとシュットガルトに行った時期があるんで、ちょうどその時ってことが俺、うん、そうなんですよ。とにかく打たなきゃ入りませんからね。はい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 、先制のチャンスだ。あっと笛が鳴りました。やべ、カードかな。ボーメ主審から注意を受けて、注意、あぶねー。フォーチュン左ウィング、ボーメ、いいよ。抜ける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 感じです。マダル、こう先制のチャンス。うわー、うん、ちょっとねこれね変えます。こういってペペさん、ピケさんちょっと疲れたんで、こういってここのボランチにヨゴさん入ってもらおう。
ッケーオッケーオッケー。さあ後半の笛がファビオカンナバーやった。そしてここはベッケンバウイシュートだ。決められない。なんでね。ウィーユナイテッド、あと少しのところでファーコースを探している。中に来ました。うわフノリうますぎない。ね、うますぎる。うますぎるって。赤いヤギ、ボールから叩き込みました。マジか、真ん中、ちょっとどうして。絶対1点取るのにダメだよ、これ1位通過、1位になりたいんだから。オフェンシブハーフ、ファビオカンナバー。オッケーオッケーオッケー。抜ける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 。いいねいいね。スライディングに行った。こうだね。なんて。右に叩いた。よし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 。いやー。ボーメン大きく横へ運んでいきます。来た。ダイレクトで出す。マジ？という形です。これをどうご覧になりますか。チャンスはあるんですけど。マジ？マジ？ベッケンバウヤ。よし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 、危ねえ、むしゅんで攻めてんだから。だってやっと決まった。もう1点取ろう。ラーム下がった。ヒンケル、え、待って、うまい。待って、危ねえ。フォーチュンさん変わろうか。カンナバーナさん行こう。ちょっとここはあとペレアさんのところか。シリアさん行く。やりましょう。ここからオッケー。はい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 。これはパスター、このどうすっかな。これバツパスでもいいから。逆転のチャンスを迎えました。これが一番可能性ない。決まれば逆転。よっしゃやっぱカンナバーロさんだ。嗅覚がすげえ。嗅覚がやっぱり。シリアさんも惜しかったけどね、ここね、敵に当たっちゃったのか。いやもうでもすごい監督の采配、大的中じゃないこれ。ナイス。え、何が。なんで終わりでしょ。終わないの。なんで。ここはボールを下げました。前方へ。終わり終わり終わり。よし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 。これでだから CL に行けてるかどうかってことですよね。コメントであった通り、はい、どうなんだろう。ジャンがゴリ上がってる、うん、はい。我々3勝なんで、グループリーグ突破もあれですけれども、はい、え、どうなったのこれ。ちょ、わからないな。ゴールランキング見るか。あ、本当だ。まだゴールも反映されてないから、これ CL 行くんじゃない本当に。で、リーグ戦は1位です。リバプールと我々が勝率勝敗2勝1分けで1勝なんですけど、まあ、得失点差で勝ってくと。次回ユナイテッドとやります。で、これは第4戦。あ、まだあんだ。ホームアンダーウェイか。で、フェーノルト。長えな、4年目。むちゃくちゃ長いけど、ぜひすいませんけれども、本当に申し訳ございませんけれども、お付き合いいただけたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さよなら。